はい、皆さんこんにちはでございます。不器用さらばやっていきましょう。今回はイベントじゃなかった、ごめんなさい、ギルド戦が新しくなったので、そっちの方の、まあ、どんな感じかというのをお見せできたらなと思います。で、これですね、ギルド頂上決戦、このまま飛ぶのかな。はい、ということで今回は今733位の皆さん頑張ってますね、ありがとうございます。で、ですね、もう1位を取りたいんですよ。あのメンバーの中でもね、1位を取ってみんなチヤホヤされたい。うん。まあこれはどんどん難易度を上げていけばポイントが高いんですけど、その分死の確率が高いので難しいんですけど、ただ今順位5位ですからね。いやー難しい。これ9ってことは残りの人はやってないのかな、もしかして。どうなんでしょう。まあちょっとわかんないんですけども。で、これってやればやるほどポイントが上がるわけではなくて、自分の最高新記録のみがこう、あの、いくので、まあもう、みんながやってくれたらもうドーンと上がるんですけどね。まあどうなんでしょう。まだみんなやってないのかな、わかんないですけど。ではやっていきます。で、何が出てくるんだっけ。火属性と風属性と雷属性が出てくるので、まあ今火属性のピックアップガチャが出てるので、火を引くのもありじゃないかなと思います。でちょっとあの難易度、みんな何本くらい、何本くらい、ちょっと50とか無理なんだよね。だから23ぐらいで、でレベルもマックスにしてないです、すいません。ユミニアンと前回当たったチサ80でいってみます。難しい。今回は前回のと違って、なんか迷路っていうか進んでいく感じじゃなくて、一気にそこに出てくるんで体力ガツンって減るのでめちゃめちゃむずいです。はい、ハンマーとかいたらね強いんだろうね今回は。はい、でこれは下にですね、あのエナジーがあるので、スキルアップ、スキルマックスがあります。でこの上の方に体力の回復があるので、使いどころをちゃんと考えていきましょう。で解説しながら、僕まだ食らんないじゃ5位なんですけども、まあ、とりあえず死なないことだね。で、あのちょっとこのキャラクターが違うやつを狙っていくっていう感じでいいんじゃないかなと思うんですよね。雑魚的はもう雑魚なんで、あのハンマー、マジ強いから、あれ一発でドーンってなるからやべえから、あいつちょっとハンマーを警戒しつつ、こいつやばい、ほんまやばい。またね、包帯も来るんですよね。え、そっちじゃないんですけど、まあ、包帯巻き込みながら攻撃するのもありなのかな。でこのでっかいデッカちゃんね、ポイント高いんで、こいつ本当の名前何なんだろう毎回呼び方変えてるけど、そっちじゃないんだよね。もうこうなるとね、方向も見えないんで、うわ、なんかあれ、 あとね、あの女の子無事強い、やばい、あー、もうここで死ぬでしょ。あと36秒。ユミニアンがね今回強いんで、強いと思うんですけど、スキルが強いよね。やばい、死ぬよ。そう、こう挟まれた時逃げつつ回復。何が強いんだろうねこれ、この囲まれる待って、いや難しいんですよね今回の。あの囲まれた時のね、囲まれた時どうすればいいのって話なんで、ガチャもね飛行が考えてるんですけど、火でしょ、火持ってるしな、火よりね何が欲しいだろう、風が欲しいかな。とりあえず広いところで戦おう。うん。で、囲まれないのがいいね。で、この、なんかちょっと、一人だけなんか違うやつは、警戒してたんです。で、ハンマーはほんまにやばい。ハンマーは知らない。
ハンマースキルで倒す。それね、ほらちょっとハンマー遠くにいるでしょ。分かってんだよ、自分がポイント高いこと。あいつ俺ポイント高いぜって分かってるからね。ほらほら遠くにいる。こいつもめっちゃ食らわせるよ。どうしよう、ガチャ引こうかな。赤来たんでユミニアに変えます。あ、やばい、タイミング間違えた。このね、ジャンパーも嫌いなんだよね。このこいつポイントクソ高いんですよ。そこは死にやすいけど俺。この猿みたいなの、ちょっと待って、どうすればいいの。30秒逃げようか。雑魚敵を倒しながら、よし。オッケー、いけるよ。あ、もう無理。ほら、もう囲むなよ。だから、SS が、この、囲まれても大丈夫。持つか、俺、走れ。やった。あー、熱い。待てよ、6秒やろう。待てよ、持つ、これは持つ。死にそうやけど持つ。最後攻撃できなかった。難しい。これもハイスコアじゃないんで全然関係ないんですけど、今自分のが3万でしょ。ちょっとレベル低いところで狙ってみようか。19でいきましょう。ちょっと10連引こうかな。あのハンマーの方が強いんじゃないかなと思うんですよ。なんだっけ、あの豪気みたいな、なんだろう、なんかいるんですよね。ユミニャンかわいい。ゴビににゃっと、もう読めなかった。ユキちゃんかわいい。なんかユキちゃんだけなんか結構リアルっぽくない。はい、では下に行きます。取って SS 取って緑が出るのでこっちで行きます。そうだね、囲まれた時だよ。どうする、俺どうする。10連引くべきなのか。まあこれなんかすごいダイヤ溜まるイメージっていうか、結構ダイヤこれ良心的じゃない。すごい溜まるからもう一回引いてみてもいいかなと思う。 OK、 まあ星5が2体出てくれたら嬉しいなぐらいで。欲張りかな、さすがに。さすがに欲張り。このデッカちゃんをね、倒さないと。オッケー。ああ、まあ20、レベル19ぐらいだったら、まだまだなんとかなりそうな気はするけど、ポイントが低いから。あ、今の当たってねえし、当たり判定おかしいし。はい。リアキャラ。全然食らわない。いけ、よくわかんない、もう。そっちじゃない。ユミニアンチェンジ。いや、ポイントが低い。あと30秒。ユミニャン、いけ。ポイントが低いぞ。2万1000。あ、SS。よし。あー、やばい、足りない。2万4000。わー、レベルが低いとこうなってポイントが低い。難しいね。3万か。ということでちょっとね、難しい。20でちょっと最後やってみましょう。20でやってみて、
大の酒好き、仕事終わりには100杯飲むかと思って、何を100杯飲むんだろうね。これ面白いんだよね、この説明がちょっとなんかちょっと変わってて、何基準の100杯なんだろうね。おちょこ100杯のビールだったら俺もいけるかもしれないしはい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 、ちょっとこれでラスト挑戦してみて、最後ガチャ引いてみようかなと思う。あれ確かね、火じゃなくても出るはずなんだよね。火のピックアップガチャって書いてあるけど、確率は低いけど他の属性のキャラも出るので。あのガチャのいいところ淡々としてるよね、10連ガチャなのにパンパンパンつって、ヤフ800ぐらいあるんですよこれ、このハンマー男。やっぱこのね、固定キャラっていうか強そうなキャラを倒さないとポイントが上がらないからやらないといけないんだけど、強いからな。あと包帯うざい、ほんと包帯うざい。あ、来たい来た、夢見やしゃい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 。あのこれ動画撮ってるからこうやって喋るけど、動画撮ってないと本当無言でやってるからね黙々とやってる。これキャラ変えずに死んででいいんじゃないかな。これ属性あ、でも1万5000でしょ。で30秒か残り、どうなんでしょうか。ジャンパー、あの敵止まるアイテムとかないかなあのジャンプできなくなるみたいな。あー2万2000か、でもさっきより低いっすね。2万5000か。あ、これ生き残ってる分でプラス 10% されるんだ。あ、じゃあ死ぬよりも2人残してた方がいいってことか。なるほどなるほど。はい、ということで、まあ相変わらず3万以上出なかったので、ちょっとキャラをね、キャラ頼りにします。まあちょっとレベルも上げてもう一回挑戦したいなと思うので、はい、くそ10連引くていい、気を取り直してね、ここでね最強キャラが来ればいいんだよなんだろうね今の最強のキャラって。どっち引こうかな。まあ星5でいい。そうそう、このねハンマー男が欲しいんだよ。これドモンちゃん出るかな。 3D ね、結構ねやべえやつやなと思ったんですけど、 2D にしたらなんかちょっと可愛くなったね。うん、はい、では10連いきます。淡々としてるからね本当に。お、長いローディング、これ確定かもしれない確定ローリング、あれこんな長かったっけ前、なんかもっとサクッといけてた気がするんだけど。これどこで何が何なんだか分かんないんだけど、これは当たりとかないの。あ、金、あ、こういうことか。3 3 3 3 3 4、あれあれ、いや楽しく、あれやったわこれ、全部4じゃん。しかも火そんな出てねえし、しかもこいつに関してはなんかジャックスパロー、何これ、ワンピースとなんか何かを混ぜたような、なんかこれ星5でしょ絶対、もう何なの。はい、ということで爆死ということで、ありがとうございますまあちょっとレベルも上げてまた挑戦してみたいと思いますので、皆さんぜひちょっとあの攻略のコメントの方よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。